で、どっちかが痛かったりすると。痛い。すごい痛かった。痛い。どっちも痛い。どっちも痛い。うん、左の方が痛い。やられる方が信頼してたら、どっちも気になんない。うん、だって骨触られてる感じだもん。見て、消えてると思います。言っていいですか、はい、これ出していいですか、はい、出していいですかって何え、出していい、え、これ、うん、出していいですかこの内容つって。あ、内容良さすぎて。あ、良さすぎて。出していいのかなあ、びっくりした。何を出していいのかと思って。あ、内容がね。良すぎるから、これは有料の講座の内容だなと私は思うけど。ああ、うん。どうしてもね、だから、やらしく映りたくないんですよ。これ本当に真面目にやってるんで、でもね、言われちゃうんですよね。すると、すごいね、痛み消えますんで、うん、これね、ミキティ、消えてると思います。言っていいですか、はい、これ出していいですか、はい、出していいですかって何え、出していい、え、これ、うん、出していい、出してほしくないなと思っちゃう。でも、ノブちゃんは出してしまう。自然大好きのぶちゃんと、やっぱり温泉大好きミキティのハッピーセラピスト。わー、ちょっと神気味じゃなかった今。逆バージョンだね、さっきとね。はい、このチャンネルはセラピスト全般使える主義ということでね、効果的な使える主義ということでね、うんうん、出しております。またね、一般の人もぜひ真似できるところは気をつけてもらいながら、骨を押さないでくださいね。骨をね、筋肉狙ってね、パートナーさんにほぐしてあげてください。はい、はい、ということで今回は、うん、恥骨結合についてです。恥骨結合、痛くなったことある？ある、ある。うん、やっぱり一人目の妊娠してる時の後期、うん、はい、入った時に8ヶ月9ヶ月ぐらいになった時に、はい、痛くなった。おー、うん、それはどういうことでしょう？あ、まず恥骨結合分かりますかね、場所ね、まあ、なかなかそこに触れないポイントだよね。そう、触れないんで、出したいというのもあるよね、うんうんうん、だって恥骨結合って骨盤ですもん、ね、骨盤なんですよ、うん、なんか恥骨っていうとね、ちょっといやらしいイメージになっちゃったりするけど、うんうんうん、全然もうそういうことを考えずに骨です、うん、これ使うからね。はい、恥骨結合は骨盤っていう話ですよね、うんうん、仙腸関節、仙腸関節ってみんな言うじゃないですか、仙腸関節はそもそもね、大した動かない、でも歩くときにこう動くわけですよ、うん、後ろ側ね、ここね、仙腸関節、一般の方はちょっと分かりづらいかな、仙腸関節、うんうん、動くイコール前側も恥骨結合も動いてるわけですよ、まあ、そうですよね。でなんで後ろだけ注目して前はやらないのって話になってくるんですよ、ある程度、なんていうの、変な話極めてくると、うんうん、後ろだけ調整しても前がずれてたら結局戻っちゃいますよねって話、うんうんうん、だからトータル的に取らなくちゃいけないんだけど、うん、触りづらいっていうね。そう、だから私ほらこの間そんな話になって、うん、生理痛が結構ホタルヘルの後にひどくなっちゃって、はいはい、もう1日目ぐらいの時にかち割れるぐらい痛いわけですよ。かち割れるで、やばいと思って、ほんでたまたま前日に、あ、それここかなって思って、ちょっとやったことをしたら、さ、うん、生理痛が次の日なかったんですよ。直前にたまたまできて、整理するともかなり関わってるって言われてますね、恥骨結合は、うん、で、はい、それをスタッフさんに話したら、うん、なんかまあ男性のスタッフさんで、あ、なんかでもやっぱり、ね、パートナーだったりとか楽になってほしいから、うん、痛い人に教えてあげたいから、はいはい、そのやり方を教えてって言われた時に、うん、ちょっと男性のこういうとこ触ったりとか施術でしないし、どうすればいいのみたいな、で結局教えれなかったの、うん、触れない、はいはいはい、まあ、女性のセラピストが男性に、うん、やる場合はセルフでやってくださいねって言った方がいいですね。じゃないと、うん、本当にね、男性の人は分かりますよね、うん、ちょうどね、ある部分があるところなので、うんうん、その付け根にあるんですよ、うんうんうん、私ね、変な話、この業界入るまでは
男性に恥骨があるとは思ってませんでした。そもそも。わかるわかる。感じ的にね、うんうんうん。あったと思ってびっくりした。しかも骨盤がずれてる人って前側もずれてます。ずれてます。はい。はい、ずれてるので前も調整した方が本当はいいんだけど触りづらいって話ね、うん、じゃあどうしましょうかっていうところでね、はい、でも実際にちょっと施術ちょっと多分ずれがあると思うので気をつけながらやりましょうってところを入れながら、うん、施術ちょっと整体的にねちょっとやれるのと、うん、あと女性の人がね男性、うん、でまた男性でチコついたいっていう人まずそもそもいないけどね。やってほしいっていう人はやっぱりちょっとこう違う方向で来る方がいるからその方はお断りしてください。、はい、なるほど、そういうことですね。、はい、でも本当にね前側がすごい痛いっていう人はあのセルフでおすすめして。そうですね、はい、セルフの体操とかあるので、うんうんうん、でそもそもチコつ結合はどこの筋肉と関わってるかって話なんですよね。なんとなくわかる恥骨結合、前側、うんうんうん、前腸骨があって、うんうん、こうなってここで結合してるんですよ、うんうん、こんな感じだよね、うんうん、股関節、うんうん、これがこうずれたりこうずれたりこう上行ったり下行ったり、うんうん、ここがずれたりするんだよね、うんうん、股関節の筋肉ではないです。あ、違うんだ。はい、どうでしょう、太もも近くなりました。お、はい、腹筋。あ、でもね近いよね、うん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 、近いからまあ関係なくはないんだろうけど、うんうん、あの恥骨結合こうなってここにくっついてる筋肉があります、うんうんうん、足の内転筋です。あ、うん、なるほど、内転筋と関わってます、うんうん、恥骨筋という筋肉があります、うんうんうん、恥骨からちょうど、ね、真ん中辺までいってる、うん、俗に言う、ね、内側の筋肉っていうのは膝までくっついてる、うんうんうん、恥骨筋自体はここまでしか、うん、はい、ここの筋肉が引っ張り合ってる、あの例えば右が縮んでて左が収縮してるとか同じじゃない、収縮収縮だ、縮んでる側と引っ張られてる側があったりして、それで骨盤のズレが、あと左右の足の内側の筋肉の差とかにもよずれたり、うん、すごいあると思う。それも入れながらちょっと施術していきたいと思います。はい、レッツゴー、いってみよう。じゃじゃん。恥骨結合ね、あのまずもうここの部位なんで、あのなるべくタオルかましたりした方がいいのと、上からねやらしくない手で触るには指の腹を使わない、これも一つポイント、腹を使うとやらしくなっちゃうんで、私ここで使います。でもそもそもここ使っちゃう、針にするんだ。そうで、ちょっとやってみますね。おへそをねまず中心として下に下がっていく。お腹硬くない？うん、硬い。でここがね、うん、まあ高くなってるところだよね。うん、が恥骨結合なんで、うん、それがこうねこうなってるので、そこを右と左でこう触るんですよ。でどっちかが痛かったりすると。痛い。すごい痛がってる。どっちが痛い？どっちも痛い。これとこれ。こっちの方が硬いけどね。左の方が硬い。うん、圧倒的硬いね。左が痛い気がする。こっち側は沈むんで、うん。左の方が痛い。左の方が痛い。これがズレ、ズレ、骨盤のズレと言われているものね。だから左の骨盤がズレてるんで、左の仙腸関節もズレてるという考え、見立てもできるわけです。うんうん、指でちょっとやってみますか。指だとね、ちょっとやらしくなっちゃうんだけど、本当はね、繊細なんでこっちの方がいいんですよ。やられる方が信頼してたらどっちも気にならない。ああそうだよね、だからこの骨と、うん、だって骨触られてる感じだもん。そうでしょ。そうだから写りは分かんないけど骨触られてる感覚って想像してもらうと分かるかも。ああ、うん、なるほど。どうしてもねだからやらしく写りたくないんですよ、これ本当に真面目にやってるんで。でもね言われちゃうんですよね。こことここの骨、うんうん、指だと痛さ変わるか、さっきのと違って。これとこれ痛さの種類違う。右が痛い今。あ、変わった、響くんだ。で、こことこれ、うん、痛い。これとこれ、うん、分かんない分かんない、そもそも分かんない、うん、じゃあ開きましょうか少し、はい、こういうね、さっき言った恥骨筋をね、この開いた状態で、うん、
ちょっとね、これこそね、ちょっと際どくなるので自分で触ってみましょう。チコつけつこう、うん、じゃあこう開いて触ってみましょう。ここから ここに向かってきて徐々に押しながら、そうそうそう、これ痛さはない、うん、ない、うん、ちょっと強めにやってみて、グッグッ、ない、はい、この反対ですね。こっち開いて同じ、そこからグーッと強めに、痛くはない、ちょっと腕上がってしまうね、うん、ここね、うん、これ痛い痛だ、指でやるとあれなんで、やっぱこうね、こう、ああ、こう、これ使ってね、うん、痛くはない、痛くはない、ちょっと内側、あ、うん、ちょっとここが痛い、あ、ここにくっついてるわけですよ、結局は、うん、この辺がちょっと痛い、うんうん、これに、うん、あ、ここも今痛かった、響くな、うんうん、何かあるんですよね、だから左側ね、多分右の方にはそれがないんですよね、うん、ここから、ここの部分、ここのね、部位から、うん、これは自分で押すより人にやってもらわないと圧かかんないかも、自分でやってると、あ、圧が、うん、そう、だから圧がある程度ないとこう比べられない、うん、から、やっぱりこう今グーでもやってもらった方が分かりやすい、うん、やっぱ自分じゃ分かりづらいね、人にやってもらうしかないよね、自分の力抜けないじゃん、自分でやると、ここに真ん中があって、これとこれなんだよね、これの痛さと、うん、ちょっと待って、ネクスト、はい、力の入れ具合をまずチェックします、うん、右側を内側にグッと力入れてください、はい、 OK です、左側、ああ、どっちの方が入りづらいとかある、あんまりない、右の方がなんか辛い、プルプルしてる気がする、左の方がしっかり入る、うん、なんだろうね、さっきも左のハムスの方がしっかりしてる、左の方がしっかりしてるのかな、うん、でも左の股関節が悪いとかって思った、股関節が柔らかくて抜けちゃってたの、でも今はない、あ、今はない、うん、なんでプルプルしてるの、筋力の問題だと思う、こっちもしっかりしてるね、うん、ってことは普通はね、右側になんかあったりするケースがあったりするんだよね、ここ右の方が痛い、今痛い、こっちは、あ、大丈夫か、こっち大丈夫、うん、鋭く痛い、こっちが、うん、もう怖いもん、押される、まあ、ほぐしてストレッチがやっぱね、基本なんで、まずね、内側、皆さんね、やってると思うんだけど、しっかりめに、うん、うん、全体的にね、で、ここでね、ちょっとね、後ろ行ってくださいね、ハムの方もね、うん、ほぐして、揺らしたり、ね、やってもらうと張ってるんだなって分かる、うん、すごい、やっぱり、思ってなかった、そこが張ってるって、うん、内転筋ね、まずほぐしましょう、うん、くすぐったくもないんだね、全然ね、うん、ネクストアップ足のアップです。内転筋のね、ここの筋張ってる、ここの太い筋肉あるじゃないですか、筋、それの下にあります、下に、痛い、下にあります、ここ、だからパートナーさんでね、あの旦那さんがやってあげるときは指でやるとちょっと痛み強いんで、手のひら、うん、手のひら圧迫とかがいいかもしれないですね、これは痛い側をやってるんですけど、表裏一体の考えでは反対なんですけどね、痛くない方をやりましょうって、これが痛いんで、痛い、痛い側を一生懸命やっても取れないんですよ、なので反対もやりましょう、はい、反対やったら右が取れるという不思議なマジックが浮きます、はい、これね、まずここの太いのの下にあります、おー、でも結構効くな、うん、いやー、ここと違う筋肉になりますね、ここのこれ、これ、これすり張ってると狙うとこういう感じなんだよね、ここ、これ。痛い、左。まあ、要するにね、縮んでるんですよ。こう使ってないから。うん、痛い。まあ、優しくやる場合だね、こうですね。お願いします。
入っちゃいやすいから、うん、そうだね、ライティングで特に入りやすいですね。よし、いい感じで緩んできてね。ストレッチする場合は、まあ、俗に言うね、こっち側に私の場合は足を乗っけちゃう。ネクスト。はい、ということでストレッチいきます。内転筋ストレッチ、私の場合ね、大体この自分の鼠径部乗せちゃうんですけど、乗せた状態でこっち側を押さえてぐーっと、こっち側を押さえてぐーっと、わお、くるね。あ、ミキティの方が全然そっち見える、うん、確かに、わお、きついぐー、うん、で途中でこう回してね、回すときに大きく、ね、大きく回しましょう。いつもね、私こういう風にゆっくりやったりするんですけど、それ意味が違うんですね。これはね、股関節の呼吸をしてます。今内転筋のストレッチなんで、大きく、めっちゃ大きく回しましょう。外回り、うん、反時計回りですね。これが当たってみたいですね。ぐーうわ、ぐっ、ぐっ、最後ね、クッキーを刺して、はい、うん、ぐっ、うん、最後ね、クッキーを刺して、はい、ということで、さっきの右の痛みが取れてるかどうか、よし、ごめん。あ、平気。でしょ、不思議でしょ。平気。私何をやったというと、やっぱりね、痛い側をねいじめても取れないんですよ、うん。反対やりましょう。はい。そしたら取れますから。なるほど。はい。で、これで奥さんとかのね、恥骨結合の部分が痛かったり、激痛の人いるからね。これで取れたらこれでいいんですけど。次にちょっと強制チックな技があるんで、それをいきます。はい、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。